乱射撃が始まると、止めるのも無理なんですよ。止めようとして、止めて先輩って4人ぐらい集まっても、うわーって言ったら本当に飛ぶんですよ。ボリングピンみたいに。もうハルクみたいな人めっちゃいるんですよ。恨みがあると逃げてください。ここだけはアドバイスできる、本当に。皆さん、こんにちは、じっちゃんです。今日はですね、ちょっと日本に来てすごく思い出に残りそうなことがありました。こんな話をちょっと皆さんに共有していいかちょっとわかんないですけど、すごく久しぶりにときめく瞬間でした。昨日ね、車中泊で、私たちまた旅に出てたんですけど、夜ね夜食食べず寝ることはないので、また夜食を買いに久しぶりにファミマ行ったんですよ。ファミマを久しぶりに行ったんですか？毎日行かない？あ、毎日はセブン。私はセブン派なんですけど、おにぎり買ったり、あとカレー飯好きだよねとか買ったりして、あとなんかないかなってこう回ってたんですけど、その瞬間ね、いきなり怒鳴り声が聞こえたんですよ。なんかしっかりしろよとかそういう風に聞こえてて、3秒ぐらい聞いて、すごい癖の強い店長さんかなと思って。あ、私もそんな感じ。なんかお客さんがいないと思ってこうバイト生になんか怒ってるのかなと思ったんですよ。こうちょっと待ってみてたら、そう怒鳴る人がレジの前にいたんですね。だから普通のお客さんだったんですよ。とりあえずなを15回ぐらい言ってました。なあなになにななな多分内容はこうなんですよ。店員さんが光熱費とかこう税金を納めるときに、はがきあるじゃないですか。たまーにこう1万円はこうただ白紙のやつあるでしょ。でもそう剥がすところは多分あるから、店員さんがそれ多分中になんかあるんじゃないかと思って多分剥がしたと思うんですよ。多分ね。これ何が悪いと思ったんですけど、だから勝手に剥がすのがなんか気分が悪かったのかなと思ったんですよ。でもそれで3分は経ったんじゃない？ずーっと同じこと言うんですよ。さらに私たちを見かけてからなんかボリュームが大きくなったり、5秒ぐらい聞いてから、あ、これは今ちょっとやばかな状況かなと思って、これは警察呼ばなきゃいけないのかなって思うぐらい威圧的な雰囲気でした。そういや、でもこうやってじいちゃんは偉そうに言うんですけど、実際なんか前にこうやって見た時にお客さんがこう不良っぽく見えるから2人逃げるんですよ。あ、いや、逃げるんじゃなくて泳がせ釣りでこうヒラメが来た時に逃げる、こうイワシみたいに逃げ、私「いや助けよ」っつって「いやいや大丈夫大丈夫、誰が怖いの？」と思って「え、怖い」って言うから後ろ立ったんですよ。これ並んでれば多分どくのかなと思って、わざとまず手に包丁持ってなかったんで見たんですよ。ちょっと持ってったら私も逃げるイワシになるけど、韓国だとこう助け合うっていうのが基本装着されてるんですよ。だから私もその場に早く行ったんですよ、後ろ立って。だからこのヤンキーがこうやって見てて、また後で話そうとかでもいいじゃないですか。例えばすごいなんか話がまだ終わってないとか、なんで謝らないのとかの話はあれわかるけど、別に謝ってるんですよ。で、すごいなんか申し訳ございませんっていう形でもなくて、申し訳ございませんみたいな冷静で、すごい態度良くて、やっぱり酔っ払ってる人かなと思って見たんですけど、酔っ払ってないんですよ。運転してきたんですよ。21トンのでっかいトラック運転してるやつで、デコトラが前になんか紫とかで光ってたんですよ、車自体が。で、運転してるからお酒当然飲んでないし、多分弁当とかなんか買ってたんで、なんか税金払うために何枚か持ってきてて、で剥がそうとしてるからなんか言われて、でもその次に「早くしろよお前」とかずっと言ってるから、その時にやっとこうハンコをポンポンポンやってって、いきなりまた「なあ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 」なおすごい言うんですよ。使えないなって言って、ちゃんと使えないよ、ほらなあなあなあ、すごいなんか。どうすればいいのかな、その短い時間ですごいいろんなことを思ったんですよ。警察呼ばなきゃいけないかなと思って、でも思ったよりは、そこで23分ぐらい7して1回去って、次のお客さんの順番になったんだよね。で、普通にレジしてたんですけど、店員さんは手が震えてた。でもその人がそのまま帰らないでいるんですよ。発見した時びっくりした。まだいたのと思って、だから2部が始まるのかなと思って、どうしようかなと思って。いや、私はそれを見てて、まだ日本って大丈夫なんだろうなと思ったんですよ。なんで後ろお客さん待ってるからまず配慮するんだ待たせてはいけないという意識はあるんです。もうすでにちょっと待たせたんだけど、ずっとねこうやって攻撃的な言葉を出すっていうのは、相当ストレス溜まってるやつだなと思ったんですよ。全然怖くなかったですよ。怖かった。そういう本当に殴るんじゃないかと思うぐらい。喧嘩になる人って大体大声出さないんですよ。逆に準備するんですよ。自分が乱れるぐらいの大きさと自分も身振りがすごい大きかったから殴る気なかったの多分。ああ、わかります。うん。で、私はもっとやばい韓国でそういうのをたくさん見てきたので、ここだけはアドバイスできる本当に。でもそれは大丈夫な人間でした私から見て。やばい人間って本当にもう目つきも違うんですよ。もう準備してます。もう殴るために準備をするんですけど、そういうのなくて、本当口だけ持ってきたんですよ。だから私普通に後ろにこう立ったの。店員さん以外人がいたからそういう風に暴れたんじゃないかなと思ってたよね。うん、そう思ったんですけど、他のお客さんが早く帰ってほしいからレジを譲ってそこで待ってて、でもそれがまだ良かったのが、私たちあの人帰るまで見たでしょ。計算終わって全部出て外から見たら、まあ一言また大きく言ったんですけど、すぐもう帰ったんですよ。だから自分も気持ちがちょっとこう済んだっていうか、もう終わっちゃったんですよね、こう怒るのが。だから人間ってこうすぐわーってこう出すより、もうちょっと考えてみると、2次攻撃は弱くなる、3次攻撃弱くなる。今後悔してるかもしれないよ、家で弁当食べながら。でまた今日行ってるかもしれない、わかんないけど。そう思った。で今回ハートのドキメキは1位でして、ある意味のドキメキ。で2位は昔の話ですけど、ちょっと、まあ、夜中歩くのがもともとは良くないんですけど、いろいろ仕事があって遅い時間歩いてたら話しかける人がいて、でも無視して歩いてもずっとついてくるんですよ。で私がちょっと早足で歩いてたらもっと早くついてくるから最後走ったんですけど、でも周りにお店が全部もう閉まってて真っ暗だったんですね。でそこで多分ファミマだったような気がするけどコンビニだけが光ってて、これ偏見ね、たまたまね、すごいダッシュして入って、でもその人が多分しばらく外に立ってたような気がする。怖い。だからもう本当に気をつけてる、それ以外。今私道歩いてて、こっちから来た女性に、うん、いきなり「どうしよう」って言われて女性から、そういや日本人がそんな理由なしで言うわけがない。多分バスとか言ってない？バス来て、バスしかも結構な幹線道路の、まあ、歩道通り過ぎる人に話しかけられるなんてまさか思わない。そうですね。普通に歩いてただけなんですけど、本当でもびっくりしました。急に怒鳴られるから。なんか私も電車の中で高校生の時に怒鳴られたことがあって、まあそれ私が行けなかったんですけど、なんか携帯を見てたら、なんか優先席のそばじゃなかったけど、その人からしたらそれでも優先席に近いと思ったみたいで、電源を切れってすごい怒鳴ってきたんです。結構満員だったのに。で、あ、すいませんって言って電源を切ってたんですけど、その操作をしてるのが遅いと思ったらしくて、だから切れって言ってんだろみたいな感じで元になって、私もフリーズしてしまって、でもそしたら横にいたサラリーマンの人が、いや、今切ってるじゃんって言って、かばってくれたんですけど。いやー、まだ日本はね、だから正義がまだあるんですよ。助けようとしてくれる人はいてよかったんですけど、でも怒鳴り声は発する人は少なからずいるなと思うから、びっくりしちゃいますよね。私は意外と結構いろんなところ見たので、正直皆さんが見ても見てないふりして日本をなんか安全とか言う人もいて、で私はどこのところも同じだと思うんですよ。別に比較するつもりじゃないですよ。比較したら日本が一番安全ですよ。韓国に比べても日本が断然安全ですよ。だから私すごいいろんなものまでここで言っていいのかわかんないですけど、あ、いいのかな。YouTube だから大丈夫。本当？聞いてから判断。本当ちょっと本当いいのかな。居酒屋で若者たちが自分たちで喧嘩してて、ナイフ持って、普通のレストランみたいな、これなんていうの、お店のナイフですね。ナイフがあって、でも酔っ払ってたんですよ、すごい若い人が。でも女性の問題で、なんで女性の前でバカになんかこう恥さらすのとかみたいな。男性がすごい「ああ」みたいな感じで、でもこうちょっとこうやると周りが「ああ」であるじゃん。次はなんかコップでこうパン音出したり。でも私はそこで思ったんです、殴る気ないなこいつと思ったんですよ。ナイフとかフォークとか箸とかいっぱいあるじゃん。なんかこうゴーってこう下がる、なんかこうやって取るのに私受けすぎて、ナイフ持ってこうやろうとしてるのに、みんなが「ああ」みたいな持ったんですよ。でもみんなが「あー」ってやってる時に、これ見えた時にみんな「おお」やってるんですよ。でやったらこの人も「おお」ここからすごいこうゆっくりこう、分かる分かる、すげえ面白くて、で大声で爆笑して、目があったんですよ。目があったけど何も言わないです。いろんな人がいて、昨日の人は本当に20位ぐらい。一番怖かった言っていいのかな、これちょっと瓶で多分殴る気なくって、これ逆でこう持ったんですよ。多分韓国のドラマを見たのか、フィリピンパブで。普通の人ですよ本当に。でなんかこれ持ってて多分滑ったのかこう落としたのか割れちゃったんですよ。割れて血が出るじゃん。血が出るのにカッコつけるためにこんなの大丈夫だよこうやって持つわけよ。でもっと出るじゃん。であーしゃーしってやるのにあ救急車あーしバカじゃん。だからカッコつけを最後までやってちょっと考えてみると痛いわけよ。でちょっと血見たらちょっとバンドエイドでできなさそうです。あー救急車ウケすぎて本当にそういう人いるんですよ本当に。あとガチで道で喧嘩している人いて SL 広場の前で本当にでこれもすごい面白いのが本当に普通にサラリーマンでどこでも絶対認められなさそうな顔してるんですよ。いやーこれストレス溜まっとるなと思ってでもお金あったらハイボールと焼き鳥食べればいいんだけど多分お金ないんじゃないですか。多分まあいい加減食べて多分早めに帰ろうとしたんだよな。多分9時ちょっと前だったような気がします。交番前にあるんですけどあと面白いのが2人で喧嘩を始めてて誰かがちょっとこう殴ってんのにでも警察が来てって「いやもうでもここでやめてください」しか言わなくて隣で見てる時になんかまたこの人がずっとなんか殴ろうとしてるから殴られた人がいきなり馬乗せ馬乗せって何馬を乗せんの馬乗せなんで自分乗せ自分が乗ってふわーって殴るわけいきなり本当にもう全部クリティカル私から見たら全部クリティカル警察止めないクリティカル入ってんのに下の人が「ちょっと待って」って言ったらほんと待つんですよ。ちょっとどいてそしたらどくんですよ。で立つんですよ。これは反則だろうって言ったら周りの人みんな爆笑してて何が反則ってルールあったの面白いですよ。まあいろんな人見てるでもこうやって言うのがまだ日本はまだまだです。正直言って韓国の方がひどいです。喧嘩になると死ぬほど殴るし止めます周りの人が。韓国で暴力で死亡事件たくさんあります。刺すんじゃなくて暴力で誰が殴るかって言ったら本当に強いやつが喧嘩打つんですよ。本当に勝てないですよ。勝てない。あともう人生諦めてる人が本当そうなってるのでタクシーの運転手さんとか老人とか普通に20代の先輩後輩の喧嘩とかで乱闘劇が始まると止めるのも無理なんですよ。止めようとして止めて先輩って4人ぐらい集まってもうわーって言ったら本当に止めてボウリングピンみたいにもうハルクみたいな人めっちゃいるんですよ。地獄そんな感じ。これ以外は全部持ってるんですよ能力が。これ以外は全部持ってる。そうだから意識をなくしても殴り続けて死亡脳死状態とかで死んでる人とかニュースに出るんですけど本当にいます。本当にだから学校とかでどういう人が問題を起こすかっていうと不良学生とか野球部とか剣道部とか運動やってる人自分が強いじゃないですか。強いやつらが喧嘩するんですよ。でも力が違うのですごい大怪我するんですよ相手が。だから韓国で偏見は良くないんだけどだから運動部はバカだとか頭悪いとか運動やってる人とは付き合っちゃいけないとかっていう言葉がいまだにまだあるのが偏見は良くないよ。でも日本人から見るとそれを言うのが常識なんですけど韓国はいろんな経験から見るとやっぱりちょっとは偏見持つことになったりとかあります。韓国は女性もね、結構強いです。女性同士の喧嘩でもすっごいなんか大きい問題になったりとか韓国は、まず恨み事件がすごい多いです。日本だと無差別なんですけど韓国は恨みなので恨みがあると逃げてください。だから優しくした方がいいね。でも喧嘩は本当によくするのでちょっと気をつけた方がいいのかな。今度は、韓国人がなぜよく怒鳴るのかについても撮影したいと思いますのでお楽しみにしてください。